全日本女子プロレス代表取締役社長松永邦松より挨拶を行います。本日は、雨の中、ご足労願いましてありがとうございます。8月25日の、日本武道館での決戦、全選手が一つ一つの試合が名勝負になるようにみんな努力してくれるものと思います。頑張ってみんなやってくれるようにお願いいたします。ありがとうございます。続きまして JWP 山本正俊代表よりお願いいたします。私ども JWP はこの一連の対抗戦は女子プロレスを一つの大きな文化として社会に根付かせるための切磋琢磨だと思っております。今回のオールスター武道館でも JWP は全日本女子プロレス様に一切の協力を惜しむものではございません。プロレスにおける戦いとは己を知り相手を知り尽くして高い次元のものをクリエイトしていくものだと思います。その意味でこの武道館大会で激しい戦いの向こう側にあるレスラーたちの努力の結晶がお見せできれば良いと思っております。ありがとうございました。続きまして LLPW 斉藤ルミエ社長よりお願いいたします。横浜大阪に続いてこの武道館大会で私たち LLPW が参加できますことを嬉しく誇りに思います。ですごい大会場で私たちはまだやっぱり対抗戦でしかやったことがないんですけども、大会場 の雰囲気やファンの方に負けないように LLPW としても力いっぱい戦い、すべて LLPW 一色にして頑張りたいと思います。最後に FMW 新井翔一営業部次長様よりお願いいたします。まずは本来この場にいなければいけません大仁田後藤が所用のため本日欠席いたしますことをまず一言お申し上げます。FMW といたしましては今回2選手工藤選手と鍋野選手の出場のみとなりますが、2選手が FMW の代表として FMW 魂を遺憾なく発揮することを期待しております。また他の団体の選手に負けないような、そしてファンの皆さんに喜んでもらえるような試合をしてくれることと思いますので、ファンの皆様応援のほどよろしくお願い申し上げます。それでは第1試合より記者会見を開始いたします。それでは第1試合より出場選手に登場してもらいます。第1試合特攻対最前線前女対 LLPW20 分一本勝負全日本女子プロレス渡辺智子沼っち白鳥千佳子組。対 LLPW 穂積歌子紅矢社遠藤瑞希組。それではこの試合向けての抱負を各選手に語っていただきます。まずはじめ全日本女子プロレス白鳥千佳子選手。私の存在を知らない人が多いと思うんですけれども、全女の若手は他の団体の選手と鍛え方が違うということをこの試合で教えたいと思います。続きまして沼っち選手。マスコミの皆さんこんにちは、沼っちです。武道館の試合では紅矢社や穂積選手に負けないよう目立って目立って目立ちまくります。
よろしくお願いします。続いて渡辺智子選手。向こうの団体はバリバリ姉ちゃんイケイケ姉ちゃんで来ると思うんで、こちらもリングの上で楽しませていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは LLPW 遠藤選手からお願いいたします。ここにいるメンバーよりもキャラクターっていうのがなく地味に見えますが、自分なりに一生懸命頑張ります。続きまして紅選手をお願いいたします。バリバリ紅アーシャー気合張ってぜ。最後に穂積選手お願いいたします。とにかく入場で大いに盛り上げて試合では激しく頑張りたいと思います。それでは代表質問に移らせていただきます。週刊プロレス小島記者お願いいたします。それではまず全員にお伺いしたいんですけども、相手チームで一番意識する選手を一人ずつ挙げていただきたいんですが、前女チームからよろしくお願いします。自分は紅選手と一応元年組で同期だと思ってるんで、紅選手を倒したいと思ってやっていきたいと思います。今回の試合では目立つことを一番と思ってるんで、とにかく紅に負けないよう目立ちます。自分も紅選手が一番意識してるんで負けないように頑張ります。それでは LLPW チームの方お願いします。この人っていう人はいないんですけども、全員倒したいと思います。特に別に意識していません。沼っちが面白そうだからよ。沼っちだな。紅選手、前女チーム全員紅選手を意識するということで、紅選手自身沼っちは面白そうだということなんですけども、沼っち選手の印象というものを教えていただきたいんですけども。まだ雑誌でしか見てないからよ、わかんねえけど、まあ遊んでやるよ。ということなんですけど、沼っち選手は紅選手についてどういう印象をお持ちですか？自分も雑誌でしかあんまし見たことないんですけど、まあこっちもこっちでガンガン行きたいと思います。渡辺選手に聞きたいんですけども、前女チームのリーダーになるわけなんですが、リーダーとしてこの試合どのように戦いたいか教えてください。沼っちも白鳥千佳子選手も名前が変わってすごい今が一番張り切ってる時だと思うんですけど、自分の持ってる技を全て出し切れるように、そして3人の技を何か考えてその技も出せるように頑張っていきたいと思います。続いて穂積選手にお伺いしたいんですが、先ほどの挨拶の中でも入場で大いに盛り上げるということだったんですが、武道館大会長い通路で何か特別な入場シーンというのは考えてらっしゃるんでしょうか？これから考えたいと思います。それでは最後に白鳥選手と遠藤選手に質問なんですが、武道館大会のオープニングマッチに抜擢されたということで、その感想を一言ずつお願いします。白鳥選手からお願いします。武道館に出れるのは自分にとって大きなチャンスなので、白鳥千佳子の存在を大きくアピールしたいと思います。他に質問のある方いらっしゃったらお願いいたします。それでは質問がなければ、それでは両チームの選手ファイティングポーズを取っていただいて写真撮影と
見させていただきます。全日本女子プロレスインフェルナル薫、渡辺雅美改めチャパリータアサリ組対 JWP ボリショイキッドキャンディーオクツ組。それではこの試合に対する抱負をチャパリータアサリ選手よりお願いいたします。武道館という舞台に出場させていただき、とても光栄に思っています。まだ自分の試合を見たことない方がたくさんいると思うので、びっくりするような技で勝負します。続きましてインフェルナル薫選手、膝の調子があまり良くないんですが、皆さんが期待されているような動きがちょっとできるかどうかまだ分かりませんが、精一杯自分なりに頑張りたいと思っています。よろしくお願いします。続きまして JWP キャンディーオクツ選手、お願いいたします。武道館のリングに立つということがまだ信じられないんですけど、私にとってはオールスターはお祭りではないので、来てくれたお客さんが喜んでくれるような試合をできるように、自分の力を 100% 出し切って戦いたいと思います。最後にボリショイキッド選手、お願いいたします。アサリ選手は私と同じで体が小さいですね。団体や国籍の違いはありますけど、何か他人のように思えないんで頑張ってほしいと思います。それでは代表質問に移らさせていただきます。週刊プロレス小島記者、お願いいたします。まず最初に薫選手とボリショイ選手なんですが、7月31日の横浜文化体育館で、すでにシングルマッチで対戦しているわけなんですけども、その時のお互い戦ってみた率直な感想を一言ずつお願いいたします。楽しかったです。一言で言わせていただくと楽しかったです。すごい大きいなと思いました。はい。同じく横浜で前場の選手と初めて戦ったキャンディーオクツ選手なんですけども、初めて戦ってみてどんなことを感じましたか。一言お願いします。自分の力を もっと出し切って戦わないといけないなと思いました。そのキャンディーオクツ選手とあまりキャリアの変わらないアサリ選手なんですけども、やはりそういう部分で意識する点はありますか。キャンディオクツ選手は雑誌とかでよく知られてるんで、武道館では自分の存在を分かってもらえるように頑張ります。この4人の中では薫選手が一番キャリア的に上回るんですけども、どういった形でこの試合を引っ張っていこうというか、まとめ上げていこうというお気持ちでしょうか。キャリアは一番あるんですけれども、そうですね、ルチャももちろんやりたいんですけれども、なるべくルチャっぽく楽しくみんなを引っ張っていきたいなと思ってます。
4人ともいずれ劣らぬテクニシャン揃いなんですが、皆さん武道館に向けて何か新しい秘技をお持ちでしたら、もしよろしければお教えください。お一人ずつお願いします。まだどんな技をやるかは考えてないんですけど、誰にもできない技をやりたいと思っています。アサリ選手と連携のすごいのをちょっと考えています。秘密です。自分もまだ秘密です。他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。なければ写真撮影の方に移らせていただきます。それでは両チームの選手ファイティングポーズをお願いいたします。全日本女子プロレスブル中野南鈴鹿三田悦子下田美誠バット吉永、対する LLPW イーグル沢井ハーレー斉藤半田美希大沢ゆかりレオ北村、それでは各チーム出場選手より試合に対する抱負を語っていただきます。まずはじめに全日本女子プロレスバット吉永選手、中野さんの指示に従ってガンガン蹴りまくるだけです。あと LLPW の選手をサンドバッグ代わりにしますので、ガードの方よろしくお願いします。続きまして下田美誠選手、今回5人の選手と当たるわけなんですけど、気迫の面でも技の面でも全てにおいて私たち5人にかなう選手はいないと思うんで、もうガタガタ言わせないようにガツンとやりたいと思います。続いて三田選手お願いします。今回、大沢と北村と初めて当たるんですけど、前場の強さを、肌で教えてあげます。それと、個人的にはデスバレーボムで1本取りたいと思っています。続いて南選手お願いします。5対5ということでチームプレーが重視されると思うんですけれども、前場は LLPW を倒すためにこの5人で作戦を練って頑張りたいと思います。続いてブルー中野選手お願いします。10人もの選手が一度にリングの上に上がりますが、その中でもブルー中野の存在をアピールしたいと思います。続きまして LLPW レオ北村選手からお願いいたします。精一杯頑張ります。続いて大沢選手お願いします。初めて大きい会場で戦わせていただきますが、今回は思い切り切らせていただきます。続いて半田選手お願いいたします。自分の力を精一杯出し切れるように頑張ります。続いてハーレー斉藤選手、前場のメンバーの5人の中で、自分の力で何本取れるか楽しみにしています。頑張ります。最後にイーグル沢井選手お願いいたします。初めて当たる選手がいるのでとても楽しみです。それでは代表質問に移ります。第3試合からかなり豪華なメンバーが揃ったんですが、各チームのリーダーであるブル選手とイーグル選手にお互いのチームについての印象を一言ずつお願いします。ブル選手からお願いします。自分にとってはベストメンバーだと思うので必ず勝ちたいです。 LLPW のメンバーについてはどうでしょう。いいんじゃないですか。このメンバーには怪我をさせたりさせられたり散々な目に遭っているので、武道館ではその借りを返すために勝ちます。
それでは全選手にお願いしたいんですが、特にマークする選手を一人ずつ挙げていただきたいんですが、前場チームからお願いします。特にマークする選手はいないんですけど、蹴りを使う大沢さんとハーレーさんは蹴らせていただきます。やっぱり、この間の5月11日に半田選手に負けてるんで、半田選手をどうやっていじめてやろうか今から楽しみです。私もマークする選手はいないんですけど、怪我しないように受け身をちゃんと取れるように練習しといた方がいいと思います。私もマークする選手はいないんですが、まだ戦ったことのないレオ北村選手と大沢さんがいますので、その2人を狙っていきたいと思います。やっぱりイーグル選手とハーレー選手とやりたいです。たくさん。自分はこの5人の選手と誰とも当たったことがないのでよくわかんないんですけど、とにかく頑張ります。バット選手に反対にサンドバッグになってもらいます。下田選手に勝ちましたが、まだ自分では勝ったと思ってないので下田選手。自分は 4.2 で、ブル選手に当たってからもう一度戦えたらいいなってずっと思ってたんですけど、5対5ではありますが、当たれたことをすごく嬉しく思います。でも負けるわけにはいきませんので頑張ります。ブル選手からホールを取らせていただきます。他に質問のある方いらっしゃいますか。なければ写真撮影の方に移らせていただきます。それではファイティングポーズをお願いいたします。全日本女子プロレス井上貴子対 JWP キューティー鈴木。それでは全日本女子プロレス井上貴子選手より抱負をお願いいたします。アイドル対決と呼ばれていますが、キューティー鈴木選手には想像もできないような激しい試合になることを予想します。今から山本代表に忠告しておきます。私との試合でキューティー選手の顔が壊れてしまうことを予想していますので、武道館以降の芸能活動は一切キャンセルしておいた方がいいと思います。続きましてキューティー鈴木選手お願いします。横浜で貴子選手と5分間戦ったんですけども、すごい手応えを感じました。意地の張り合いになっても私はいいと思います。男しかできないプロレスがあるように、貴子選手とは女でしかできないプロレスをしたいと思います。それでは代表質問に移ります。オーバーザアイドルというサブタイトルがついてるんですけども、お互いにどのような評価をしているのか、貴子選手からお願いします。何回か、試合で当たって、この間一番近いというか、この間当たった横浜での試合では、最初の5分間で、結構大技を食らってしまったので、安心というか、なんていうのかな、
侮れない相手っていうか、突然の返し技で返してきたりとか、想像つかないことをやってくるので、とても怖い存在だと思ってます。今まで一番前場の中で当たったんですけども、試合をするまではそんなに意識はしなかったんですけども、試合するようになってやっぱり技とか一つ一つの技がすごい重いですし、高角度からのバックドロップなど大技も持ってるんで、そういうところを気をつけながらやっていきたいと思います。高穂選手は先ほどかなり強気な発言をされていましたが、当然、尾崎選手にもフォール勝ちしてるんで今回もそれを狙っていくと思うんですが、キューティー選手と自分ではここは絶対的に違うんだというところがありました。一言お願いします。やっぱ体の大きさが見ても分かるように全然違うので、技の重みっていうか、やっぱり一つ一つの技の同じ技をやったとしてもそれが違う、重みが違うと思うんで、そういうのを意識してやっていきたいと思います。最後にキューティー選手なんですが、ここ何ヶ月かでかなり、対抗戦を経験してきてるんですが、自分の中で変わった部分とかありますか？対抗戦するまでは他の団体のこと全然知らなかったんですけども、こうやっていろいろ当たらせてもらって、プロレスに対する視野っていうか、勉強しなくちゃいけないことがまだたくさんあるんだなとか、普通の JWP だけの試合をした時にもいろいろ今までになかったような考え方をするようになったんで、すごい対抗戦に出て自分自身の精神的なものが変わってきてすごい良かったと思ってます。それで他に質問のある方いらっしゃったらお願いいたします。よろしいですか？なければ写真撮影の方に移らせていただきます。ファイティングポーズでお願いいたします。全日本女子プロレス山田敏夫伊藤香織組対 FMW 工藤恵美鍋の幸恵組。それでは試合に対する報告をお願いいたします。まずはじめに伊藤香織選手お願いいたします。今回 FMW の選手と当たるのは初めてなんですけど、いい試合ができればなと思っています。武道館でもガンガン自分のフットスタンプを出していきたいと思うんでよろしくお願いします。続きまして山田選手お願いいたします。自分はいつも試合で完全燃焼したいと思っています。 FMW の選手も自分たちと同じ気持ちならば激しい中にも必ずいい試合ができると思いますので頑張りたいと思います。続いて FMW 鍋の選手お願いいたします。とにかく前に出てガンガン試合をしたいと思います。頑張ります。続いて工藤選手お願いいたします。見ていただいた通り鍋の選手と、自分のスタイルというかカラーっていうのは全く違うんで、一つの形にこだわらずそれぞれの良さを出して頑張っていきたいと思います。それでは代表質問お願いいたします。まず山田選手なんですが、工藤選手とはこれで3度目の対戦になるんですけども、FMW のプロレスに対する感想を一つお願いします。そうですね、一応2回とも当たってるんですけども、やっぱ元前場にいた選手ということもあって
前場に近いものはあると思いますけど、全く同じとは思っていません。工藤選手、今回 FMW これ1試合だけなんですが、 FMW の代表としてリーダーとしてどういう試合にしたいですか？試合数は少ないですけど、1試合しかないんですけども、その1試合の中に自分たちの全力、自分たちの試合を全力投球で出していけば、試合数は関係ないんで、この1試合に鍋野と一緒に力を出して頑張っていきたいと思います。工藤選手と鍋野選手は毎日のようにタッグを組んでるんですが、山田伊藤組というのはあまり見かけないんですけども、そこら辺の不安はないでしょうか？伊藤選手お願いします。山田さんとは組んだことが本当にないんですけど、一人一人の力を出せば絶対に勝てると思うんで頑張ります。最後に鍋野選手、7月31日の名古屋大会で丸坊主にされてしまったわけなんですけども、今回武道館でどういった自分を表現したいか、またプレッシャー等はないでしょうか？特別プレッシャー感じていないんですけれども、自分のいいところが出るようにどん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 の胸を借りるつもりで頑張っていきたいと思います。他に質問する方いらっしゃったらお願いいたします。山田選手、今回UWのタッグの方も返上してですね、まあ心機一転というか、そういう旅立ちになると思うんですが、そのあたりの心境をちょっと聞かせてください。そうですね、 3WA のベルトを前回関西道崎に取られまして、トヨタとやっぱり充電期間が置いた方がいいというトヨタと話し合った結果、そういうふうになって、 UWA のベルトもただ持ってると飾りになってしまうんで、一応今回けじめをつけてトヨタと返上しようということに決めたんで、今回はまあトヨタと組まないんですけども、伊藤と力を合わせて頑張りたいと思います。質問なければ写真撮影の方に移ります。ファイティングポーズをお願いいたします。全日本女子プロレス井上京子対 LLPW 神取忍。それでは両選手より試合対戦の報告を語っていただきます。井上京子選手よりお願いいたします。カンドル選手、はじめまして。自分が井上京子です。私たちはファンの皆さんに素晴らしい試合を見せることが仕事だと思っています。その点カンドル選手によく理解してもらいたいと思います。続いてカンドル選手お願いいたします。うちは対抗戦というのは食うか食われるかのものと思っております。その辺を理解してください。それでは代表質問に移ります。まずカンドリ選手からお願いしたいんですが、今回遺恨の北斗選手ではなく井上京吾選手とのシングルマッチということになったんですが、技巧派でならず井上京吾選手に対しての感想、印象などをお教えください。印象も何もありません。ただなんかわけのわかんないやつだなって感じです。井上京吾選手はカンドリ選手の印象はいかがでしょうか？プロレスっていうのはイメージとかすごい大事だと思うんですけども、自分はカンドリ選手を一度も強いと思ったことはありません。ただ今そういうふうにカンドリ選手が自分のこと何とも思ってないみたいな感じで
言われたんで、何とも思わせるように武道館ではそういう試合をしたいと思います。井上京子選手、続けてなんですが、楽しい試合、激しい試合、テクニカルな試合といろいろこなすんですが、今回はどういった勝負に持っていきたいと思ってますか？いや、それは見てからのお楽しみで、見に来てください。逆にカントリー選手はどういった試合になるとお思いでしょうか？それは今は言えません。他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか？なければ写真撮影に移ります。それでは両選手ファイティングポーズをお願いいたします。両選手、立ち上がっていただけますか？全日本女子プロレス、堀田由美子、豊田真奈美、長谷川早紀江組対 JWP 尾崎真由美、プラム真理子、福岡光組。それでは試合に対する報告を、長谷川早紀江選手よりお願いいたします。先日 の JWP さん の横浜大会で、首の方を痛めまして、試合前に相手がいる前で言うのもなんですけども、自分の体調は今はっきり言って最低です。ですが出ると決まった以上は武道館までには万全の体調に戻して精一杯頑張ります。続いて豊田選手お願いいたします。シングルマッチが4つあってそれぞれ注目されると思いますが、私はこの6人タッグが武道館のベストバウトだと印象に残るように頑張りたいと思います。続いて堀田選手お願いいたします。はっきり言ってこのメンバーでは私には相手にはなりません。続いて JWP福岡選手からお願いいたします。苦しかったジャパングランプリの修行の成果を前場のリングで改めて豊田選手、堀田選手にぶつけていきたいと思います。それから長谷川選手とはこれまで以上に手の内の読み合いになると思いますが、対抗戦の原点を忘れずに激しくやり合いたいと思います。続いてプラムマリコ選手お願いいたします。JWP はチームワークでこのタッグマッチに勝ちます。でもその前に堀田選手に横浜の借りをきっちりお返ししたいと思います。最後に尾崎選手お願いいたします。6人タッグなんで今までのオールスター戦に比べると少し楽な気がするんですが、その分のびのびと、自分の持ち味を前面に押し出した戦いができると思います。それでは代表質問お願いいたします。まず豊田選手と尾崎選手なんですけども、4月11日の大阪府立体育会館以来の対戦になるんですが、その時ベルトを取った側と取られた側、今の心境の変化というものをお教え願いたいんですけども、豊田選手からお願いします。今充電中なんで時期が来たら必ず取り返します。ベルトは取ったんですが、いつまでも挑戦者の気持ちでいたいと思います。続いて堀田選手、7月30日の横浜大会ではプラム選手とシングルマッチで当たってかなり一方的な試合になってしまったんですが、今プラム選手を前にして何か言いたいことはありますか？そうですね、プラム選手だけじゃなくて福岡選手、尾崎選手ともシングルでは尾崎選手はないんですが当たってみて体が全然違いますよね。私は大きくてこの人たちは体がちっちゃい、そういうハンデとかはあるんですが、やっぱりそういうもので試合っていうのは別にあると思うんですよ。気持ちの問題でやっぱりそれが
やってて伝わってこないというか、そういうのがあったので、今度のその試合ではそういう気持ちをの伝え合える試合をして、いい試合をしたいと思います。対するプラム選手なんですが、その横浜以降キックの防御であるとか、そういった対策の方は練られてますでしょうか。この間の試合では蹴り足を捕まえて関節に持っていくっていうことに対して自分ですごいこだわりすぎてた部分があるんで、これからっていうか今もまた考えています。最後に長谷川選手と福岡選手、これでシングルタッカーして5度目の対決になるんですけども、横浜では福岡選手がフォールを取りました。今回はどういった戦いになると思いますか。一言ずつ長谷川選手からお願いします。何かの雑誌で福岡選手の言葉を読んだんですけども、オールスター戦が始まってからずっと当たっているんで、自分の気持ちとしても正直に言ってしばらくはちょっと置きたいという気持ちはあるんですけども、怪我のこともありますし、そんな言ってる余裕は吹っ飛んでしまったので、やる以上は、もちろん相手にも自分が万全な状態でなければ失礼だと思うし、高いお金を出して買ってくれたお客さんにも失礼だと思うので、もう全てを出し切ります。長谷川選手とはもう何度も当たってますけども、本当にさっきも言いましたけど、手の内の読み合いとかも結構お互いなるような気はするんですけども、でもそれが逆に慣れ合ったような試合になるんじゃなくて、やっぱりいつ対戦してもいつ も燃えられるっていうか、そういう感じの気持ちは忘れないで、今度の武道館の時も長谷川選手は怪我してますけども、自分も 100% ぶつかっていきますんで、そういう気持ちで頑張りたいと思います。他に質問ございますでしょうか。なければ写真撮影に移ります。両チームの選手ファイティングポーズをお願いいたします。それでは次の第8第9試合はタイトルマッチに決定いたしましたので、記者会見前に調印式を行います。それでは第8試合武道館ワンデイブルース仁義なき起きてオールパシフィック選手権試合60分一本勝負、選手権者全日本女子プロレス北斗晶対挑戦者 LLPW 風間瑠美。まず両選手に調印式を行っていただきます。
それでは上田真嗣コミッショナーよりその内容を読み上げていただきます。ただいま承認書もありますので内容を読みます。承認書8月8月25日日本武道館で行われる 3WA 世界女子レスリング協会並びに全日本女子プロレス協会認定オールパシフィック選手権試合は 3WA ルールにのっとり正々堂々と戦うことを誓います。1993年8月6日チャンピオン北斗晶、挑戦者風間組、立ち合い人上田真嗣と。それでは試合に対する抱負をまず北斗晶選手よりお願いいたします。そうですね、プロレスラーには、やっぱりピンからキリまでいると思います。私はこの武道館の大きい試合でこの相手とセミファイナルを、張るということに対して本当に恥ずかしく思いました。ということで今回はオールパシフィックをこのタイトル戦で、少しは補いたいと思います。続いて風間瑠美選手お願いいたします。相変わらず口数が減らないと思うんですけども、その顎を必ずこの武道館で砕きます。綺麗事ではすみません。必ず勝ちを狙います。それでは代表質問に移ります。まず風間選手からお願いしたいんですが、負傷欠場中ということもありかなり今回不利なんじゃないかと言われているんですが、そういった中この戦いに挑むお気持ちをお聞かせください。やる前から不利だとか負けるんじゃないかとかいう考えを持ってやるレスラーはいないと思います。とにかくただ勝ちだけを狙っていきます。負けるわけにはいけません。北斗選手、風間選手に対する印象感想をお聞かせください。そうですね、その猫なで声で、まあ、いろんなことを乗り越えてきたんでしょうけど、私にはお前の猫なで声は通用しません。同じく風間選手、北斗選手への印象感想をお願いします。プロとしては大した人だと思いますけども、口だけできたと思います。その口言葉はもう喋れないようにとにかく顎を砕いていきます。弱い者ほどよく吠えるって言いますから。他に質問ある方いらっしゃったらお願いいたします。原記者お願いいたします。北斗選手、北斗選手は昨日の試合でかなり、左足の方を 悪いように感じましたけども、その怪我の状態は、まあ、その辺はどうでしょうか。それはあんたには関係ないことだと思います。最後にちょっと一言だけ言わせてください。ですね、今までね、なんだかんだ言ってるけど、顎を砕くっていうだけのね、蹴りはお前にはできないんだよ。お前ができるのは私の口を縫うことだろ。縫ってみろ。ほら、散々そうやって人を挑発してきたかもしれないけど、もう私はあんたの挑発には乗りません。他に質問ある方いらっしゃいますでしょうか。それでは写真撮影に移ります。おい、お前プロレスラーとして恥ずかしくねえのか。なんだてめえのその体型は。武道館上がるまでにな、そのブクブクしたな、みっともねえ体型直してこいよ。もタイトルマッチとなりますので、ただいまより調印式を行います。それでは
リュウ選手に署名をお願いいたします。2署名が終わりましたら、上田コミッショナーより同じく内容を読み上げていただきます。それでは内容を読み上げます。調印書、8月25日日本武道館で行われる 3WA 世界女子レスリング協会並びに全日本女子プロレス協会認定 3WA 世界選手権試合は 3WA ルールにのっとり正々堂々と戦うことを誓います。1993年8月6日チャンピオンアジャコング、挑戦者ダイナマイト関西、立ち合いに上田真二。それでは両選手より抱負を語っていただきます。まずアジャコング選手よりお願いいたします。今回この武道館でやっとオールスター戦の出番が来たかなという感じなんですけれども、この間7月31日の JWP の横浜大会でああいう結果になりましたので、最初はノンタイトル戦だったんですけれども、やっぱりけじめとして、まあ、ベルトをかけるということになりましたが、今回のタイトルマッチは史上最短時間のタイトルマッチになると思います。続きましてダイナマイト関西選手お願いいたします。横浜で裏拳いいの一発もらって、でもそのおかげで、なんていうんですか、クソ根性っていうか、変なプレッシャーが全部吹っ飛んじゃって、すごい度胸がついたって感じです今。それで横浜はメインを立たせてもらうということで、スケールの大きいプロレスをしたいと思ってます。それでは、代表質問に移ります。すいません。7月31日の横浜大会でファーストアタック5分間、その後タックマッチでも当たってるんですが、初めて対決してみて今振り返ってお互いの印象感想を一言ずつアジャ選手からお願いします。そうですね、やっぱり、まあ、ファーストアタックの、まあ、初っ端でああいうふうに裏拳で決まって KO 勝ちで1本取ったわけなんですけども、まあ、その後ね、まあ、40分ぐらいの間にあれだけの回復力を持っているわけですから、まあ、ただものじゃないなと思いましたけれども、最初自分 の, そうです、ね、横浜は、蹴りをかわされて、なんか相手もよく読むなっていうか、裏剣があれほどのものだっていうのは本当に知りませんでしたし、今まで自分の蹴りで一発で倒れなくても2発3発と蹴っていくうちにそうですね、ダメージというものが自分にも分かってきたんですが、相手のダメージというものが、でもそれはアジア選手にはまだまだ通じないというか、どれだけやればいいんだという自分に思い知らされました。アジア選手、けじめとしてベルトをかけるんですが、ベルトをかけることによってプレッシャーかかったりとか、そういう部分はありませんか？そうですね、どっちかっていうと追い込まれないとこうガーっていけない方なんで、まあ自分で自分を追い込むことによって、まあ、今まで以上の力が出るんじゃないかなと思いますけれども。関西選手も JWP 認定の無差別級のベルトを持ってるんですが、今回それをかけなかった理由というか。それは、アジア選手とやる前にですね、尾崎選手と決まってますんで、防衛戦がそれ前から決まってたことなんで、それに防衛したらそのベルトを防衛するとか、負けたから防衛しないとか、そういう次元のもので判断してしまうと非常にアジア選手に失礼だと思うんで、それは自分と社長と話し合いましたんで、今回はかけないことにしようということになりました。
王者同士の戦いということで勝者が文字通り最強の称号を与えられると思うんですが、最後に一言ずつこの試合にかける意気込みをお願いします。そうですね、まあ、今までどっちかというとオールスター戦はやっぱりお祭り的な感じが多かったんですけれども、まあ、今回やっと地に足がついて、まあ、対抗戦という名にふさわしい大会になってきたんじゃないかなと思いますので、まあ、そこでメインを張れるっていうことは非常に喜ばしいことですし、ただ一つ言うならばやっぱりこの赤いベルトの重さに関西選手は耐えられないんじゃないかなと思います。今自分には、何も怖いものはありません。もし、武道館で、まあ、勝ちを狙っていきたいのは、本心なんですが、もし負けることがあったとしても今負けを恐れてないので、本当に今何も怖いものないので、本当自分のありのまま全てをさらけ出して、そうですね、熱い試合をしたいと思ってます。他に質問ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは写真撮影に移ります。ファイティングポーズをお願いいたします。両選手、向かい合ってお願いいたします。